意味がわかりません。皆様こんにちは、ナビゲーターのミレイです。今日もご視聴いただきありがとうございます。本日のテーマはこちらです。バイデン大統領が国連演説で中国との冷戦は望まないと発言。あれ、また発言の切り取りなのでしょうか。9月21日から27日までの日程で第76回国連総会が開催されているのですが、それに先立ちアメリカのバイデン大統領は9月20日に国連のグテーレス事務総長と会談し、翌21日には国連総会で演説しています。最近老いが加速していると噂されているバイデン大統領なのですが、今回その演説でのある発言に注目が集まっているようです。オバマ政権時代には副大統領を務め、外交能力に自信を持つバイデン大統領なのに、まるでどこかの国の外交の天才と同じように今迷走しています。先日はアフガンからの撤退が大騒ぎになりましたが、撤退自体はアメリカの国益となり、またトランプ政権からの踏襲なので問題ないのですが、撤収の仕方があまりにも稚拙だと世界から非難されたバイデン大統領。中国共産党を代弁する例の新聞は、バイデン大統領はトランプ前大統領よりも外交が下手とこき下ろしている様子です。こちらではこのニュースについてのメディア報道や注目点、また海外や日本国内の反応など、今日もしっかりお伝えしていきますね。9月21日付時事通信によると、ジョー・バイデン米大統領は21日国連総会で就任後初となる一般討論演説を行った。バイデン氏は米国は中国との新たな冷戦を望んでいないと表明。2001年の米同時多発攻撃後に起きた武力紛争から軸足を移し、気候変動や新型コロナウイルスなどの問題について世界を率いる存在となると宣言した。バイデン政権は権威主義政権が率いる中国の台頭が21世紀の主要課題となると明言してきた。だがバイデン氏は、我々は新たな冷戦や複数の硬直した連合に分断された世界は望んでいないと表明。前に進み出て共通の課題に対して平和的解決法を追求する国に対しては、たとえ他の分野で激しい意見の相違があったとしても協力する用意があると述べた。演説では新疆ウイグル自治区の人権問題に警鐘を鳴らしたが、それ以外では中国を名指しすることはなかったと報じています。ホワイトハウスのホームページにバイデン大統領の演説の全文が掲載されています。冒頭は、力を合わせて新型コロナを打ち破りましょうとコロナ関連の話をしており、その後には国連憲章や世界人権宣言などの普遍的な原則がむき出しの政治的権力を追求するために踏みにじられている、許すことができない、未来の世代に影響を及ぼすと世界秩序を破壊する者たちへ警告を発しています。20年間続いたアフガニスタンでの紛争に終止符を打った。絶え間ない戦争の時代を終え、絶え間ない外交の新時代を迎えたとして、今後はインド太平洋地域などに焦点を当てるそうですが、それに関して NATO やクアッドなど多国間の協力関係にアメリカは関与していくと言及しています。続けて新型コロナ、気候変動についてはかなり長めに話しています。気候変動関連への投資は自分自身と未来に投資することとして、アメリカは気候変動でもリーダーシップを取る、
パリ協定に復帰すると述べています。続いてテクノロジーサイバーについて言及し、サイバー攻撃には断固として対応すると力強く宣言しています。そして今回のニュースのメインとなる発言に入るのですが、アメリカは競争し、我々の価値観と強さでリードしていく、同盟国や友人のために立ち上がり、巨大な国の試みに対抗する、力による領土の獲得、経済的強制、技術的搾取、情報操作など、強い国が弱い国を支配しようとする試みにも反対する。新たな冷戦や世界が硬直し分断されることを求めていない。アメリカは平和的に解決しようとするあらゆる国と協力する用意がある。それに関して、イランの核兵器保有の阻止、朝鮮半島の非核化、テロの脅威などの問題にアメリカは関与していくとしています。その後、腐敗、貧困、食料不足、イスラエルとパレスチナの問題、エチオピアやイエメンでの内戦などの現在進行中の問題を取り上げ、私たちは皆人種的、民族的、宗教的少数派の人々が標的にされ、抑圧されていることを訴え、非難しなければならない。それが新疆ウイグル自治区であろうと、エチオピア北部であろうと、世界のどこで起きようと。そして、演説の締めでは、世界の権威主義者は民主主義の時代の終わりを宣言しようとするかもしれないが、それは間違いだ。民主主義は完璧なものではないが、最良の手段である。この惑星のより良い未来を築くために、すべての人々と協力していく。私たちには時間を無駄にする余裕はない。つい長くなってしまってすみません。まあ国連総会での演説ですから、建前のてんこ盛りは仕方ないとしても、やっぱり中国を名指しすることは避けています。国連ゆえ仕方ないのかもしれませんが、あれだけ批判するなら国名くらい言ってくれてもよかったのに、と個人的に期待はしていませんでしたが、やっぱり少しがっかりです。このバイデン大統領のスピーチに、中国共産党の機関紙人民日報系の環球時報が即座に反応しています。記事のタイトルは、外交で窮地に陥るバイデン大統領が国連で冷戦はないという。その内容は、アメリカはまだ世界をリードできるのか、甚だ疑問だ。アフガニスタンからの撤退やオーストラリアとの潜水艦取引を見る限り、バイデン大統領の偽善、利己主義が暴露され、アメリカの同盟国やパートナーがアメリカの本当の顔を見たことだろう。バイデン政権はトランプ前政権とは異なり、小さなトリックは得意だが大きな知恵はない。バイデンはトランプよりも外交能力が低く一貫性がない。誰も彼を信じない。欧州を分断しているのは我々中国ではなくアメリカだ。この中国初の記事は、対中包囲網に穴を開けるために結成されたアメリカの同盟国やパートナーの国々がアメリカに対して不信感を抱くように構成されています。かといってアメリカの同盟国が中国側につくこともないのですが、ただアメリカが頼りにならないなら自分が強くなるしかないと考える国がもしいれば、それはそれで西側諸国にとっては有益な意見になると思います。日本がそうだったら本当にいいのですが。ところで、国連総会の始まる数日前の9月18日、グテーレス事務総長が AP の取材に答えています。米中が完全に機能不全の関係を修復しない限り、世界は新たな、そしてより危険な冷戦に陥る可能性があると、冷戦を避けるように警告していました。まずは、
国連自体が機能不全じゃないの？と軽くツッコミを入れておきましょう。そしてグテーレス事務総長は、残念ながら今日には対立しかないと、国連にはこの対立を収める術がないことを白状しています。この発言に対しバイデン政権のサキ報道官は、アメリカと中国の関係は紛争ではなく競争関係ですと、またまた綺麗事を言っています。登場人物が全員建前ばかり言っているので、なんだか胸焼けしてしまいますよね。日本はこの建前に振り回されることのないように、まずは自国ファーストで頑張りましょう。今回のニュース、海外からも多くの声が寄せられています。次にその一部をご紹介いたします。バイデンに投票した人、何か言い訳はないのですか？責めないで。きっと多くの人はトランプ以外なら誰でもいいと思って投票したんだから。バイデン政権は機能不全、そして偽善者の集まりです。彼は世界を前に彼の弱さを晒しましたね。バイデンの演説はニュースにする価値がありません。スペインの火山噴火やカナダの選挙の方がまだ重要です。国連ってまだそんな機関があったのですか？過去40年間を見る限り、戦争を始めていない大統領はトランプだけ。バイデンは愚かな人物です。彼はまた国を混乱させると私は確信しています。バイデンは首尾一貫した文章を書くことができません。そして彼は何一つ明確にすることもできません。この演説の内容はおとぎ話なのですか？バイデンはピエロです。そしてアメリカを破壊し尽くすでしょう。国連の価値観って一体何？バイデンを取り巻く共産主義者により、バイデン政権は内部崩壊しています。フランスから見れば、トランプとバイデンの違いは全くありません。アメリカの外交は共和党、民主党関係ありません。とにかく外交責任者が最悪です。バイデンについて聞いた最大の賛辞は、トランプではないということです。バイデンはどこの国がアメリカの同盟国なのか忘れているのかも。オーストラリアの首相の名前すら思い出せなかったし。バイデンはアメリカの歴史の中で最悪の大統領であり、また史上最悪の副大統領はハリスです。以上は海外からのコメントでしたが、日本からはどのような声が上がっているのでしょうか。やっぱりそうきたか、腰折れバイデン。アフガンでやらかしちゃったから、今度は逃げに回ったのですね。今度の総裁選は、安全保障にしっかりとした視点を持った人物になってもらわないと危ないですね。アメリカ頼みの安全保障から気持ちだけでも脱却しないと。戦争をやるのは共和党じゃなく、ほとんどが民主党政権。何が平和や人権だよ。日本もアメリカも民主党は信用できません。そんなもんだろうな。自国の人命や財産利益を犠牲にしてまで他国の主権を守ろうとは思わない。日本のそれらは日本国民が守るのが当然です。新疆ウイグルの人権問題の指摘、アフガンからの撤退、オーストラリアに源泉供給。中国から見ればアメリカの昨今の言動から十分新冷戦の準備に入っているように映るでしょうね。現職大統領の政治演説と考えればこの演説は妥当な範囲です。でも言うこととやってることは真逆です。アメリカは遅かれ早かれ韓国からも兵を引き上げ、日本の基地も縮小するでしょう。その時、日本はどのような防衛ができるか、
そこがポイントになるはずです。冷戦じゃなく熱戦を望むということですか？冷戦は止められないでしょう。そもそも中国は超限戦を仕掛けてきている側なので、オバマのような腰抜け路線に回帰かな。これを聞いた習近平主席はきっと大喜びしているでしょう。非常に長いバイデン大統領の演説の中の冷戦を望まないという部分に焦点を当てた時事通信の今回の記事なのですが、演説全体を見ると NATO やクアッドにも言及していますし、インド太平洋地域に軸足を移すことも語られています。この記事の構成もあえて長い演説の中の一部を切り取り、日米同盟に亀裂を入れようとしているつもりなのでしょうか。まあ時事通信ですからね。ちなみに本家本元の外交の天才は同じく9月21日に国連総会で演説し、朝鮮戦争の終戦宣言に向けて国際社会に協力を要請していました。この方はもはや建前を超えた夢物語を語っています。国連はとっくの昔から制度疲労、機能不全に陥っているのですが、常任理事国という前の大戦の戦勝国たち、もうこの辺りが潮時じゃないですか。アメリカの元国連大使でトランプ政権では大統領補佐官を途中まで務めたボルトン氏が以前こう語ったことがありました。国連本部ビルの最上層10階分がなくなったとしても何ら困ることはない。国連ビルの最上層10階分は事務総長執務室など幹部の部屋があるのですが、ボルトンさんの好き嫌いは別にして私もその言葉に納得です。皆様のご意見ご感想をお待ちしています。評価クリックやチャンネル登録をしていただけるととても励みになります。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。